はい、シロです。今回ですね、オンサイト型の水素製造装置 30% 低コストな新モデルというものが出てきました。やっぱりね、このオンサイト型っていうのはですね、やっぱりその水素製造としては非常に有効的で、まあ、いろんな場所に設置しやすいなっていうところもあるわけですね。で、本文ちょっと読んでいきますけども、神戸製鋼環境ソリューションはオンサイト型水電解式の水素発生装置に新モデルを追加と、従来機と比較し約 30% のコストダウンを実現し、設置スペースを約 20% の削減を実現したということですよね。神戸製鋼環境かなと言った方がいいかもしれないですけどね。ソリューション神戸市はオンサイト型水電解式水素発生装置 HHOG シリーズのうち、各構成機器をベースフレームに配置したタイプであるスキットマウントタイプをブラッシュアップし、新型スキットマウントタイプとして2018年10月に販売すると。新型スキットマウントタイプは水素ガス供給量が毎時20から60ドルバルニューベイであり、コストダウンと省スペース化、消費電力の低減を達成したというところですよね。水素ガス供給量60ドルバルニューベイの装置 SH60D の場合、従来機と比較し約 30% のコストダウン、結構すごいですよね、3割というのは、を実現し、設置スペースは設置面積比で約 20% の削減が可能となる。さらに消費電力を約 10% 低く抑えた電気分解モジュールの採用により水素製造効率の向上を図った。なお、その他装置の基本性能については従来機より変更はないということですね。これが従来機で、まあ、これだけ少なくなってきてるよ。2メートルも短縮してますよっていうことですね。ここにね、水素ガスを入れるタンクが見えますよね。新興って言ったらいいかな。環境ソリューションは、固体高分子電解質膜を利用した純粋の直接電気分解による HHOG を、1993年に開発商品化したと。ずいぶん前からやってますね。装置の起動と停止がスイッチ1つの操作で可能な操作性、装置内でのガス保有量が少なく、水素と酸素の混合を防止するなどの安全性、純水を直接電気分解するための不純物量が少なく、高純度 ON などの特徴があると。これまで電子産業、金属工業、発電所、大学や研究機関などを含め、国内外で約170機、多いですね。2018年7月末時点の納入実績があるということですね。近年 HHOG は工業用途だけでなく、電気から水素への転換、水素でのエネルギー貯蔵に着目した再生可能エネルギーや余剰電力の有効活用を目的とする実証事業や災害時を想定した BCP システムなど利用が拡大してきた。そうなんですよね。ここですよね。これをもっと昔からやっていけば、いろいろね、問題に対処できたんじゃないかなと思うんですけどもね。まあ、1993年からやってきたっていうところではあるんですけど、まあ、なかなかね、こう広がるまではちょっと時間がかかってきてますよね。また、国内のエネルギー政策では、水素利用社会の実現が目標とされており、今後水素の利用を飛躍的に高めていくことが求められている。その目標を達成するためには、水素の製造の低価格化と供給方法の多様化を図ることが重要であり、同社では新型スキッドマウントタイプがそれに貢献できるものと考えている。引き続き同社は時代や社会のニーズに合った技術開発を行い、水素利用社会を目指し、装置を提供する方針だということで、やっぱり神戸製鋼さんっていうね、鉄鋼会社さんっていうのはですね、水素の発生がすごいんですよね。これは製鉄を行う過程でいっぱい出てくるんですけども、それを、まあ、うまくこういった形で水電解装置でこう作るなんていう装置もね、作ってきた研究結果だと思います。で、水素を発生させるときにこう水素をどのように使うのかっていうと、やっぱりこの大学とか研究機関とかっていうのがね、やっぱり多かったのかもしれませんけれども、今後はこの再生可能エネルギーを水電解によって、電気を保存する。という形でね、水素という別の形によって保存する形でこういったものが使えると。で、これが活かされるようになったのは、やっぱりその BCP モデル、H21 なのね、BCP モデルなんかでもそうですけど、
燃料電池というものの開発がどん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 進んだということですよね。まあ一番は、トヨタさんがね、ミライという車によってですね、燃料電池というのが幅広く使われるようになってきたという部分もあるんですけども、その他にもですね、エネファームというですね、都市ガスから排出して水素を取って、そこから、電気を使うというモデルが、一般家庭にね、どん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 出てきてますよね。これも補助金が出るからっていうところも大きいんですけども、まあ、一般家庭でもどんどん使えるような装置として燃料電池が使われ始めているというところですよね。で、この水素のソリューションというのが、このどん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 こう流行ってくる、ここにもね、こう書かれてますけども、やっぱり低価格化してですね、幅広い方法で供給が多様化できるようになってくると、非常にいいですよっていうところで、この、まあ、ね、HHOG っていうのは一つの方法ではありますし、アンモニアからね、水素を分解するとか、いろんな方法があるわけですね。で、そういったものによって、どん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 、この水素発生装置っていうのがうまくこう出てきますと、いろいろとですね、やっぱりその燃料電池の価値とか、水素の価値っていうのが、どんどん広がっていく、利用価値っていうのが広がっていく。で、低価格化も進んでいくと。で、再生可能エネルギーの利用価値っていうのも、広まっていきますし、再生可能、例えばメガソーラーのすぐ近くでね、こういったものを作って水素を発生させる、あるいは水素として、電力を保存しておく、燃料電池も馳せておくことによって、そういうことができるというふうにもなったりもしますよね。で、いろんな形で使えるというところです。で、水素というのは、都市ガスのように、純水素燃料電池というのが必要になってきますし、まあ、それを生かすガス機器というのが必要になってくるんですけども、ガスとしても使えると。燃やすこともできるということなので、まあ、下手するとね、水からガスが作れるっていう形になるわけですよ。で、今そのコストがね、ちょっと高いから、そこの部分での、今のね、ガスの機器に対しての、そのリニューアルに関してですね、なかなか見えてこないっていうこともありますけれども、以前のね、動画でも私も作りましたけど、水素の値段がどん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 下がってくるとですね、今度は火力発電所でも使えるってことですね。要するに、大きなそのタービンを回すために火力としてこの水素を使って、そのタービンを回して、ですね、沸騰させて、かな、ガスを燃やして、それでその沸騰した、蒸気でですね、タービンを回して、電気を得るというふうに形ですね。今の火力発電が、まあ、石油とか石炭を燃やしてね、沸騰させてる、水分を水を沸騰させて、それの蒸気で回してるっていうところですね。水素で、水素ガスですね。水素ガスによって沸騰させて、それでガスタービンを回すという方向になってくると、本当にですね、エコになってくるよねっていうところですよね。そこも、まあ、徐々に考えてる会社、メーカー、これ日本がね、もう実はね、イギリスとかオランダとかに納入してるっていうところもあるんですけども、徐々にそういう裾野が広がってきているのかなというところになってきています。ただね、なぜかね、あんまり大々的に発表してないんで、私が地味にこういう発表してるんですけども、まあ、でもご存知の方はね、中心となってこう働いている方なんか多分ご存知だと思いますし、やっとそこ、じわじわとね、こう出てきているのかなというふうに感じている人もいらっしゃるでしょうね。はい、ですね、やっぱりこういったオンサイト型の水素発生装置っていうのは、まあ、日立さんとかね、いろんなところでこれ始めてるんですけど、再生可能由来のこの水素発生によって、水素を保存して、で、燃料電池でまたね、使うとか、あるいは水素ガスそのものを使うっていう形で、水素の利用価値っていうのがどん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 広がっていくといいですよね、っていうところですね。はい、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。